機能なんかこうなかなかガチでこう使いにくい機能なんで、あの誰が勝てんのって言われてたんで最初はい、あのもう一回調子いい時にあの時のあのもし同じようにできてたら勝てたかなとかっていうシミュレーションとして使ったりすることはありますね。もう一回同じ曲であの時のスコアと勝負してみようっていう。なんであの一般の方の場合はやっぱりその試合の時のことを思い出して、なんかこう、まあ、そこにこう没入感というか、自分も一緒に参加したらどうなってたかなっていう、まあ、そういう形であの使ってもらうのもいいですし、まあ、今後自分もプロ選手目指したいって思ってる方の場合は一発であのスコアを出すっていうのがどれぐらいのものなのかっていうのを自分のプレーと比較して、ここを超えれるんだったらもしかして自分もプロになれるかもしれないっていう、そのボーダーラインとか指標として使ってもらうというのはありですね。